ようございます。3日目の朝です。昨日パパと銀が空港に行った時に買ってきてくれたダンキンドーナツを朝ごはんで食べてます。めっちゃ美味しい。美味しい。今日の予定はもともとはね、ソウル市内に行こうかなって言ってたんだけど、ちょっと時間的に厳しそうなので、今回はもうこのホテル周辺で遊ぼうと思って、近くにねちっちゃいショッピングモールがあるの、地元の人が行くような。で、午後は銀がね昨日プール行けてないから、プール行く？室内プール、プール行くがいいではでは、ママたちは近くのスーパーまでお買い物に行ってきます。あ、見て、引きつけられてって、わさひがなんかえ、かわいいなんかこれほら、怪獣の顔とかあるよ、ね、こういうの描いて意外と、赤ちゃんみたいね、それなんかほら、これかわいいよ、どれそれいいよ。5歳から7歳って書いてあるの、これそうだね。どんなキムチが、これちゃんじゃない？ちゃんじゃ。ちゃんじゃ。とワンイカワン。チミ。おろ。おろかな。ちゃんじゃ。あ、イカの端。胃袋。見て。強盗塩辛の名家これ放送事故だろ、強盗泥棒ね、なるほど。あ、飯泥棒ってことだ。いや、すごいこれなんか子供服が売ってある。あ、気持ちいい気持ちいい、恐竜の韓国語のポケモン。プラスリーも韓国語ってこと？おお。なんか似たようなお菓子あるよね、日本と。食べっ子動物、ほんとだ、日本語だ。600円ぐらい。この辺のグミ系じゃない？え、ギに買ってあげる。韓国のグミ買うって言ってたよね。うん、地球にだ。これがパンダ。うん。そうかも。これがいいよ、これが。見たことない。なんか可愛いやん。いろんなアーモンドをお土産用に買いました。大根こんなんなの？韓国の大根。ずっと。サーモンだよ、チョピ。これで800いくらだった？うん、880。ねえ。カニに手振ってる。じゃんけんぽん。絶対勝つやつじゃん。ポケモンの韓国のりのお配り用に。お配り用に。ロッテマートをうろうろして、なんか海苔とか海苔とかアーモンドとかキムチを買いました。わざわざ買いに来るものだったのかちょっとよく分からんけど、でも楽しかったね、なんか。アチャピは手袋をゲットしました。990円ぐらいだったかな。990円。絶対ちっちゃかったよこうなってる。絶対ちっちゃかったよやっぱりちょっと寒さが、塩だ寒さがね。セブンみたい。いいよ。まず自動ドアじゃないですね。手動。え、手動？チリンチリン。チョコビやん。チョコビいっぱい。ハーゲンダーツ。
あ、でもなんか変わんないよ、あんまり。なんだこの二人は。食べたけ。こいつがどうなってもいいのか。いつだ。弱すぎ。なんか韓国料理みたいなの見つけたので入ってみます。肉焼く？肉？肉？ごま油かな。いや嬉しいんだけどビビンバ。あそう。すげえに混ざる。チャピー、これお肉いけるぞ。あ、やった。お待ちかね。少しあげようか。主食に出てくるメンバーは美味しいよ。なんか食べたら美味しくなる。おいしい？おいしいですね。なんちゃんこれストロベリーコーンドレッシングだよこれ。塩をかけてよろしいでしょうか。うん。焼肉の塩をアザリはご飯にかけるんですよ。白ご飯に。塩じゃないですかね。え？オッケー。スープきました。大変。ここに来る？ずっとビビンバ食べてる。美味しい。美味しいですね。葉っぱに巻いて食べる？うん。あ、え、味噌汁みたい。やっぱり葉っぱ巻いて。葉っぱ好きです。あ、味噌汁これ。これ味噌汁や。葉っぱ大好き。これは味噌汁。美味しい。一気にガブガブって食った方が美味しい。めっちゃ美味しい。結構辛い。美味しい？ない、あれじゃない。一気にガブガブって食った方が美味しい。待って、冷たいの？冷たいね。石焼きじゃないか。うん、あそっか。あそこはめっちゃ美味しい。結構辛いね。ちょっとでいいって言ってたやつ。あそうかも。うん、美味しい。やばい、やっぱうまいな韓国。うん、美味しい。韓国美味しい、最高。美味しい、美味しい、美味しい。なんだか白っぽい。カレーは。他の人はどうか。もう一本か。漬物。漬物か。お味噌だよ、それ。お味噌。美味しいでしょ。ニンニクが入ってんの。ハムギョプサ。美味しいね。お肉、牛だよ、牛だよ。すげえうまいぞ。なんでこの何が違うんだろうね。うまい。本場の。めっちゃ美味しい。ご飯食べな、ご飯。肉汁が垂れる、肉汁。おそでまくったら、おそで。唐辛子を巻きます。
きます。辛いやつだった？もう辛っ。うん、あ、でもそんなにないかも。減ってる気がしない。無限ビビンバ絶対。うん、ギブ、うん、ギブ。韓国のね、ご飯ってね、みんな舐めてるかもしれないけどね、こんぐらいあるじゃんか、これね、ご飯一杯分だと思うじゃん。意外と多いよ、これが。しゃべれる気がしない。カムサハムイラ、おなめだ。美味しいね、あちゃん。もう食べ過ぎてお腹が満腹でござる。面白すぎる。取っとけばよかった、ね、取っとけばよかった。公園ある、公園があるね。塗ってます。何これ、ケーキ屋さん塗ってます。かわいい。コスメ屋さん。すごい、すごい。楽しみすぎる。